皆さんこんにちは。今回は花蔵の剪定をお伝えしようと思うのですが、花蔵はそれほど成長が早くないですし、横に広がりたがる木でもないので、あまり剪定の必要がなく手のかからない木だと思います。そうは言っても放置していればこんな大きな木になってしまいます。まずは少し大きくなりすぎた木を小さくする剪定をご覧いただきます。木の高さは3メートルぐらいになってしまっています。枝は間延びして上の方だけ葉っぱが茂っている感じです。枯れている枝もたくさんあります。ちなみにこの木とは初対面です。交差した枝が擦れ合って傷ついています。交差枝を抜いておきます。ここはこの切り残した枝が隣の枝に当たって擦れて傷になっているんですね。今回はだいぶ思い切った剪定になりそうです。手が届くくらいの高さにするとしても、こんなところでブツッと切ってはいけません。切りやすいところで適当に切ってはいけません。こういうちょっとの切り残しもダメです。切るならここできちんとコジット論に従って切ってください。こういう切り残し枝を作ってはいけません。こういうところから木は腐っていくのです。ここでコマーシャルです。私の本、剪定コツの教科書という本が講談社から出版されています。ぜひ書店あるいはネットでお買い求めください。よろしくお願いします。この幹は変な枝の絡み方をしていますし、ここが三つ股になっているので、とりあえず真ん中を抜いてみますが、芯が腐っていますね。もうこの幹自体がだいぶ弱っているようで、この枝も枯れています。根元から抜いた方が良さそうです。こちら側だけ切ったとしても、この元がもうダメになっていると思いますので、下から切りましょう。
案の定どこもダメになってますね。要するに中途半端な枝の切り残しをすると、そこから腐れが入って幹そのものがダメになってしまうわけです。こういう幹は捨てて新しい枝で作り直していった方が良いでしょう。立ち枝は取ります。軽く切り戻しをします。切り戻して残った枝の先は詰めません。右の枝は長すぎるので、方向の良い枝を探して切り戻します。これは内側に向かっているので切ります。内向枝と言います。この枝は背も高く間延びしているので、どこで切ってもあまり良い枝にはなりません。多分後でもっと下で切るでしょう。途中に良い枝があればそこまで切り戻せるのですけれども、何もありません。この枝は背丈が低いので使えそうですが、枝分かれの角度が広角で格好悪いので、間引きして鋭角な角度に見せます。この枝はお隣の方に伸びていってしまっているので、ここで詰めるしかありません。このサヤエンドウのような実はなんとなく汚らしく見えるので、普通は取ってしまいます。それでさっきのこの枝ね。やっぱりここでしょうね。下から出ているこういう若い枝を残して将来の幹に仕立てていきます。将来的に絡み枝や交差枝になってしまいそうな枝は小さいうちに処理しておきます。この幹が交差したり傷ついたりしていますね。先ほどここで切った枝ですけれども、やはり元から取ってしまいましょう。こんなに間延びした枝を残しておいてもしょうがないですね。以上で剪定例1を終わります。次はもっと小さい木の剪定例です。
こちらにももう一株あります。横に広がりすぎている枝を剪定して樹形をスマートにし、通路にはみ出している下枝などを払う程度で良いと思います。ぶつ切りされた幹が枯れてしまっていますね。少し切り戻すならここ、もっと切り戻すならここで切ります。この枝とこの枝をペアにして、この枝を落とします。こうすると枝の広がりを抑えて自然な枝の流れが作れます。三つ股に広がっている枝を二股に整理する場合には、左側の2本か右側の2本で二股を作ります。この場合は左側の二股を残します。これは告知なしですが、ついでに切り戻しておきます。この枝は風情があって悪くない枝ですが、通路ですから取りましょう。
比較的おとなしい木ですから、この程度の剪定で良いでしょう。冬を越して翌年にはこのような感じです。こちらも葉っぱがないときはこんな感じです。冬場はちょっと見苦しい感じになってしまいますので、紅葉が終わった葉っぱや種は取ってください。花が終わりかける頃には新芽が吹いてきますが、剪定は新しい葉っぱがしっかり固まるまで待ってください。ちなみに白花もありますし、咲き分けるものもあるようです。ご視聴ありがとうございました。